ファンタジスタサッカーチャンネル始まりました。なんか、これを今日はまた、門松に囲まれて。素晴らしいです。なんか、お祝いということですね、今日はね。まあ、何のお祝いかというと、まあ、こう、今日で、ファンタジスタサッカーチャンネルも、初めて3ヶ月経ちました。はい、それで、登録者数が100人を、まあ、これは前から超えてましたけど、100人超えと、それから総再生時間が、1000時間超え、ということで、おめでとうございますということで、ありがとうございますおめでとうございますという、今日の回なんですけど、はい、ね、なかなか、鈴木さん難しいですね、YouTube はね、本当に。そうですね、まあ、その、まあ僕が YouTube を始めさせてもらったきっかけとしても、はい、その収益化が目標とか、YouTuber として収益化を目指したいっていうふうに始めたわけでもなかったので、うん、まあその、今僕が指導をさせてもらってる名古屋産業大学をより多くの人に知ってもらったりとか、はい、僕の、サッカーの経験とか、はい、また指導の考え方とかを、はい、あとはまあその今の高校サッカーとか、うん、大学サッカー、うん、まあ、あとはその上を目指してサッカーを続けてる人たちに、はい、何か、ね、プラスになることを伝えられたらなっていう思いで始めて、はい、まあそこはね、会社のこう協力とかもあって、はい、あのそういうご縁で始めさせてもらったんですけど、はい、まあでもやっぱりこうやるからにはやっぱり数字もやっぱり意識せざるを得ないので、うん、まあ3ヶ月間やらさせてもらいましたけど、はい、難しいっていうのが、まあ一つ。はい、まあ、そこはね、僕の、こう、まあ元 J リーガーとかっていうのとか、まあ高校サッカー選手権、ね、第90回の高校サッカー選手権で優勝したとか、はい、まあ、いろいろそういう肩書きみたいなのはありますけど、うん、はい、まあ、この YouTube で僕の今までのその認知度というか、はい、まあ、やっぱり少ないなっていう現実を見せられたし、まあその J リーグでもやっぱり2年しかプレーしてないっていうのもあったし、はい、まあ高校サッカー選手権で優勝したとはいえ、うん、どこ行ってもどんな人が見てても、あ、泉龍司君の年ねみたいな、はい、っていうのがやっぱりこうあったので、うん、僕個人としてはまあまだまだ何も持ってないというか、うん、人間なんだなっていうのを YouTube で実感させていただきました。何言ってんすか。うん、そんなことはないでしょう。もう、そうですね。まあ動画なのでやっぱりこう見てる人からしたらベラ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 喋ってる動画がやっぱり面白くないっていうふうに思う人もやっぱりいるし、うん、動きがあって、うん、やっぱりそういうプレイしてる動画の方が面白いってやっぱり感じる人が多いのかなっていう印象はやっぱりすごく、まあそうですね、この3ヶ月間で、うん、少しずつ見えてきたというか、まあ、なので、まあ、僕もね、引退してからもう4年、まあ本当は引退してから3年なんですけど、はい、まあ、最後の1年は JFL の時はほぼプレーできてない、うん、ずっとシーズンの初めから怪我でっていう状態だったんで、ほぼ4年動いてない状態で、今年その YouTube をきっかけにいろいろ
ね、YouTube だけじゃなくて、まあ、会社とかのつながりとかきっかけでフットサルを始めさせてもらったりとかっていうのもあって、まあ、またこう動く機会がありましたけど、うん、やっぱり体がやっぱり衰えてるというか、はい、今までだったら毎日毎日トレーニング積んで、うん、そのチームのトレーニング以外でも自分で補強トレーニングとかもしたりして体もすごく仕上がってる状態だったのが、やっぱり動いてないトレーニングをしてない期間が長ければ長いほどやっぱり衰えていくので、うん、まあ、そこは今年1年ですごい痛感したところでもあるので、うん、またちょっと本格的に体をもう一回作り直さなきゃいけないなっていうのもあるし、まあ現役復帰するわけではないですけど、うん、まあ、フットサルを、まあ、始めて、うん、チームとしてもやっぱり上を目指したいっていう中でやってるので、うん、そこのチームに少しも力になるためにもまず僕の体が戻らないとチームには何も貢献できないんで、うん、まあ、あとはその YouTube のね、企画的にも撮影サイドとか企画サイドはやっぱりもっとこういう動画撮りたいですっていうのはあるんですけど、うん、なかなか僕はできてない現状があるんで、ちょっと一からもう一回体鍛え直して動ける体にまずしないといけないなっていう、うん、来年、うん、2022年シーズンは、はい、そのチャンネル登録者数、はい、総再生時間、はい、目標として、はい、まあ、今現状登録者数は140人ぐらいかな、はい、来年で難しいな。なんで止まってんですか。来年で。で、いや来年の6月までに、はいはい、まず、はい、700人。700人、はい、登録者数700人。その後2ヶ月で7月8月ごろで1000人。1000人。総再生時間は、はい、だから9月から僕たち始めてるので、はい、ちょうど1年で1000人、うん、を目標に、はい、あとはちょうど1年でその8月で総再生時間4000以上、はい、いやむしろ僕は5000ぐらい行きたいんですけど、うんうん、をやっぱ目指して、うん、やっていきたいっていうと、うん、結局収益化の条件のところを満たしたいんじゃねえかよって言われますけど、はい、まあでも始めたきっかけはね、収益化は条件じゃない、うん、にしてもやっぱ始めたからにはやっぱり数字も先ほども言いましたけどやっぱり意識しなきゃいけないし、うん、僕の性格上もそうだし、やっぱりやるからにはなるべく高みを目指してやりたいんで、うん、それは1000人超えれば2000人、3000人、4000人、5000人とか、まあ、総再生時間も別に4000時間だけじゃなくて、うん、もう1万だろうが、うん、何時間だろうが常に上を目指してやるだけなんで、はい、そのためにはね、先ほど言ったようにね、こういろんな方がの協力がやっぱり必要なんで、はい、今ね、協力してもらっている吉田さんもそうだし、うん、まあ会社のね、社員の子たちの企画してくれてる子たちもそうだし、うん、まあそれ以外にも新たな仲間が加われば、その速度も内容も質も上がると思うんで、はい、ぜひね、うん、この YouTube で、こう僕の考え方を分かってほしいってわけじゃないんですけど、うん、こういう考え方もあるよとか、
常にこういう意識でトレーニングしましょうとか、うんね、こういうことを頭の片隅に置いてほしいなっていうことを、うんうん、こう今までも発信してきてるし、うん、こう、まあ、まだね高校生とか中学生小学生、まあ、サッカー始めたばっかの子たちっていうのは上のレベルとか現状っていうのは、うん、実際未知なところじゃないですか、はい、だからそこを少しでも知ってもらえれば、うん、僕は嬉しいのかなっていうのは思って、うんうん、でその中であこの人面白いなこの人の考えてるサッカーというか考え方面白いなって思ってくださる子がいれば、うん、特に高校生とか、うん、ぜひ名古屋産業大学に、うん、来ていただければ4年間みっちりあるんでね、時間が。はい。あの、そこでね、常にこう、上を目指してサッカーやりたいっていう思いがある子がいれば、うん、はい。まあ、そっちにも来ていただければ、うん。ありがたいし、うん。この人と一緒に仕事したいなって思うね、うん、方がいらっしゃれば、うん。ぜひ会社にも、うん。来ていただきたいなと、思います。まあ、なんかね、この、なんか祝総再生時間1000とか、はい、登録者数100人超えとか、はい、だったのになんかねちょっとスカウトみたいな感じのになっちゃったけど大丈夫ですか？大丈夫です。もうそれをやっぱ次の目標に向けて必要なことだと思いますんで、はい、もう今日はもういろいろと PR もしていただいて、まあ、あとはねそのまだまだこう YouTube をやっていく上で知識も経験もアイディアもまだまだ僕たちは未熟なところはあるんで、こう皆さんと視聴者の方々とか、うんうん、で少しでもこう見てくれてる方々、チャンネル登録してくださってる方々となんか一緒にこういいものを作っていけたらなっていうのは思うんで、うんうん、僕たちもねなんかこう YouTuber っていうほどの YouTuber じゃないんで、うん、そこをこうなんか一緒にみんなで作っていきましょうみたいな形でやっていければなっていうのは思うんで、うんうん、もしもねそういう僕の思いに応えてくれる方がいればコメントとかね、いろいろこうもっとこういう話が聞きたいとか、うん、こういう企画やってみたらどうですかとか、うん、何でもいいんですよ、うん、ジュンさんって本当にうまいんすかみたいな実際にこういうトレーニングやってみてくださいよみたいな、何でもいいです、はい、なんかねこう皆さんで一緒にこう YouTube を作り上げていければなっていうのは思うんで、やっぱり僕たちだけの力じゃ一定のところまでしか行けないんで、うん、皆さんの視聴者の方々の意見とか、うんね、そういうことがこう僕たちの、次につながるステップにもなるんで、うん、ぜひそういうコメント何でもいいっす、本当にいただければありがたいです。コメント待ってますはい、ありがとうございます。鈴木さんもいろいろ今日はいつにもなくこう丁寧にいろいろ説明していただいて、はい、ありがとうございました。本当に、はい、ちょっと反響がね、こうどれぐらい来るか分かりませんが、ちょっと楽しみに待つことにしたいと思います。ブーイングみたいなのやめてくださいよ。いや、本当ですね。ちょっとそれだけは。まあ、でも、まあ、ちゃんとしたご意見だったらね、そこは甘んじで。はい。もうご意見だったらもう。はい。ご提案とかね、本当に。ね、前もいろいろなコメントありましたけど。はい。J2 は42試合だぞって。いや、もう本当にそれはね、僕たちの時代も42試合だったんで、ちょっと僕はね、不安もあって、
いや今は違うんじゃないのかなっていう思いもあって、うん、いやそこ調べろやってやっぱり思うと思うんですけど、うん、まあ、そこはまだまだ僕たちは未熟だったということで、うん、そういうご指摘もどしどしいただきたいと思います。はい、すいません、今日は長い時間、今日もありがとうございました。ありがとうございます。また次の動画で、はい、お会いしたいと思います。はい、もっと面白い動画を皆さんと一緒に作っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。